2011年11月3日、東京都葛飾区に来ています。葛飾区立半田小学校の前です。大気中の放射線量は胸の高さで 0.22 マイクロシーベルトパワーです。通学路の片隅にホコリが溜まっていますので、その上で放射線量を測ってみます。2.60 マイクロシーベルトパワー。2.66 マイクロシーベルトパワーです。